触ってみたらわかると思うんですよ。硬くないですか？ほぼ骨なんですよ。傷跡、手術したところ、ボルトだけ残って、なぜか痛み、痺れは残っている。手術宣告、最後の砦。はい。整体院復活、院長で医学療法士の松田啓太です。どうもご覧いただき、ありがとうございます。このチャンネルでは、3件以上の整形外科、整骨院、整体に通っても痛みが全く改善していない、そんな患者さん向けに根本的に痛みを解決しようという動画になりますので、ぜひ見てみてください。松田さん。はい。腰の尾底骨のちょっと上？はいはい。この辺？はい。が痛いんですけど。うん、ここ。はい。うんうん。これってどうにかならないですかね。ぼやっとしてんな。これ左右差ある？もう真ん中ですね。ど真ん中、はい、なんでそこが痛くなっちゃってるのかってところが。オッケーオッケー。で、腰痛ってみんな言ったりするんですよね。で、腰痛の定義っていうのは、背骨があります、骨盤がこうあって、仙骨があって、でここに肋骨あるわけじゃないですか。で、ここに大腿骨って足の骨があってっていうのがこういう構造になってる。で、腰痛ってちなみにどこからどこまでのこと言うと思う？模型で言うと、あ、違います、ね、最後まで話させろよプシーみたいなね。これ腰痛の定義覚えておいてください。腰痛っていうのはこの肋骨から下でお尻のところまでの痛みのことが腰痛っていうの。私立も腰痛ってことですか？そう、私立とは言わんけどね。私立ね。お尻の痛みよね。お尻の痛みも基本的には腰痛、腰痛に入ります。臀部の肩までのところに入ってるので、この痛みも腰痛になる。ただ、座骨神経痛ってあるじゃないですか。座骨神経痛どの定義かって言ったら、これはお尻から足までをかけての痛み、しびれの総称を座骨神経痛って言うんですよ。例えば、私動画でも出しましたけど、ここのお尻のど真ん中が痛いですって言ったら、これ腰痛とも言えるし、座骨神経痛とも言えるって話ですね。これも症候群、いわゆる症状の塊のことを言うので、腰の痛みっていうのはこのお尻からこの肋骨までのところ、肩までのここの部分の痛みを腰痛というと話で、その中でも今回の焦点になっているのがここじゃないですか。そこです。ここですよねっていう話になってくれますと。で、ここのね、腰痛って言われるものって、じゃあここにある筋肉が痛みを出してるのかって言ったら、そうじゃなくって、この痛みの中にもいろんなパターンがあってですね、例えば直接痛い、いわゆる筋肉だったりとか、あとは関節だったりとかが痛いっていうパターンがあるんですよ。で、もう一つですね、間接的に痛いということで、関連痛ってものがあるんですよ。関連痛って知ってる？ちょっとよくわからないですね。いわゆるこの関連痛って何かって言ったら、直接的ないろんなものが、障害が起きることによって関連してここが痛いっていうパターンがあるんですよ。で、直接的なところを疑った上で次、関連痛を疑うんですけど、このど真ん中っていうのはどちらかというとこっちのことが多いんですよ。なんでかって言ったら、この仙骨ってとこになるね。仙骨と腸骨の間で仙腸関節ありまして、この仙骨っていうこの背骨の一番下のこのオレンジの部分のところ痛いわけじゃないですか。じゃあここって何があんのって話なんですよ。何があるかって言ったら、仙骨というまず骨がありますよね。で、その上に何があるかって言ったら、筋肉があります。いわゆる多裂筋って言って、背骨の上から下までついてて、その多裂筋が一番ついてる場所。で、あとは靭帯、後仙腸靭帯とかっていう靭帯。大体この3つしかないんですよ。じゃあ骨が痛いかって言えば、そんなに押しても痛いことはないので考えにくい。ってなると2つに1つで、1つはいわゆる多裂筋が硬さが起きてしまって痛いっていうパターン。ただこれもね、結構考えにくいことが多いんですよね。で、どちらかというとここって多裂筋っていうよりは、多裂筋の靭帯のようなところがついているので、でさっき言った後仙腸靭帯とかって靭帯に近いような働きをしていることが多いですと考えると、靭帯の硬さが出てしまってる。でも靭帯が硬くなったりとか、靭帯がずれてしまってる、いや伸ばされてしまってるってどういうことかって言ったら、靭帯って骨と骨についてますから、例えばこんな風にギューッとこの骨というのが伸ばされていくと、靭帯伸びるわけじゃないですか。伸びると痛いってなりますよね。で、仙腸関節のところにあるこの靭帯ずれるってことは、いわゆるこの仙骨と腸骨のところがずれてしまってる場合、これがいわゆる仙腸関節のずれよって起きてるんですよ。で、なってくると直接痛みを出す組織が多いかっていうと、すごい多いわけじゃないと。ただよく起きるのは、経験上関連痛なんですよ。で、何の関連痛かって言ったら、今私が話したここの横にある仙腸関節がずれた時の関連痛が起きやすいのがこの場所なんですよね。これ実際にね、
研究してるんですよ、海外のね。今はできないんですけど、何かって言ったら、この仙腸関節に上から注射針刺して、でここにシューって生理食塩水の関節の中に入れ込んでいくっていう研究なんですよ。そしたらどうなったかって言ったら、あ、仙腸関節以外の場所が痛かった。例えば、この仙腸関節の横の部分が痛いとか、太もも外側が痛いとか、内側が痛いみたいな症状が起きましたよっていう研究があるんです。で、その中で一番多いのが仙腸関節の外側の部分が痛い。仙腸関節自体が痛いわけじゃなくて、その外側が痛くなる。これ関連痛じゃないですか。直接おかしくなったり、機能異常って言ってね、関節が出てしまって、関節に圧が加わってしまってる、ここに痛みが出るんじゃなくって、この外側に痛みが出るというふうに、これ関連痛って起きるんですよ。だから、お尻の外側が痛いみたいな時も、実際はここにある筋肉とか大臀筋とかが硬くなってんじゃないかっていうだけじゃなくって、実際は仙腸関節がずれても、こういうお尻の部分が痛くなることが多いと。そして、仙腸関節がずれて、この外側以外に痛みが起きるのがこの真ん中なんですよね。で、この真ん中の部分が痛みが起きてしまう、いわゆるさっき言ったここの真ん中、お尻のど真ん中痛いんだけどって触ってみたら分かると思うんですよ。硬くないですか？ほぼ骨なんですよ。骨がじゃあ痛くなるかって言ったらあんま痛くなんないですよ。例えばこの腕のところの骨触ってみてください。押してください。痛くなりますか？なんないんですよ、あんまり。ってことはこの部分が痛くなるって何かって言ったら、大体その仙腸関節がずれてしまったりによって起きてくる関連痛のことが多いですよねって話です。じゃあお尻の真ん中が痛いって言ったらどこ治療しますかって言ったら、助さんどこ治療する？仙腸関節に決まってるじゃないですか。頭良くなってきたね。ウィーウィー、やめとこう。キャラじゃない、キャラじゃない。深夜なんですよ、今撮ってるのが。変なテンションになるんです。仕方ない。ね。で、っていうことを考えたら、そうなんですよ。痛いところには原因がないって覚えてほしいんですよ。でね、これをね、例えば病院に行きましたって言ったら、ここはね、骨折してるかもしれないねって言って、じゃあちょっと手術しようかとか、ああ、これはね、ヘルニアによって起きてるかもしれないから、ヘルニアの治療しよう、手術しようってなったりするんですよ。ただ、この知識があれば、仙腸関節も治療しないといけないってなるかもしれない。ただ、病院に行くとレントゲンを取られて、MRI を取られて、一つでもヘルニアっぽいところがあれば、あーってここが原因でここが痛いんだよってなって手術しました。でもここも確かにしびれになる可能性あるんです。ただここじゃなくって、この仙腸関節だった場合、この手術した後どうなるか、傷跡、手術したところボルトだけ残って、なぜか痛みしびれが残っているってパターンがやっぱりあるんです。もちろんここの手術をしたことによって、ここが原因だった場合であれば、しびれ痛みは取れます。ですけど手術する前にいろいろできるんじゃないですか。関節を治療したり、筋肉を治療したりってことを考えると、やっぱ手術する前にやるべきことってたくさんあるよね。例えばじゃあこれで整骨院に行ってみて、電気流してみましたって言って、その場は楽になるんだけど、また痛みが出てしまう。もしくは痛み止めとマッサージとか患部をされるんだけども改善しない場合であれば、それってそもそもここに原因がないんじゃないかって思わないといけないってなったら、このお尻の真ん中じゃない違う場所、ここが原因なんじゃないか、これが専門用語で言うと発痛点って言います。いわゆる痛みを発する場所がここであって、これは痛みを発してるだけ、そうじゃなくて誘発点ってやつがあります。何かって言ったら、痛みを起こしうる、誘発しうる場所がどこか、この誘発するっていう誘発部位がいわゆる原因の場所、この原因の場所に治療すれば必ず改善してきます。で、今回の場合で言うと、ここが発痛点で、ここの仙腸関節が誘発点であれば、どこ治療しますかって言ったら、仙腸関節治療しましょう。そしたら発痛点の痛みなくなってくるよね。下手な手術しなくてもいいよねって話になってきますから。じゃあ仙腸関節しっかりしましょう。じゃあ仙腸関節治療するにはどういう風にしていくのか、これはやっぱ専門的な知識を持った方が必要かなという風に思っています。なんで私のね、整体院だったりとかすると、 MSM メソッドって言ってね、関節だったりとか筋肉緩めていって鍛えていくっていう治療法もさせていただいてますので、もしね気になった方は概要欄の方にですね、ホームページのリンクも入っていますし、ぜひねそちらの方もチェック入れてみてください。こんな話でいいですか？ちなみに、仙腸関節って、はい、股関節と違って、はい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 、自分では動かせない、あ、基本動かないですね。はいはいはい。だ、どうやって治療するのかなってちょっと気になって。それはもう来てからの楽しみですよ。仙腸関節って、これすごく特殊な関節で、仙腸関節の仙骨って上半身の重さが来る場所なんですよ。で、腸骨っていうのは下半身からの足の重さが最終的に来る場所だから、上に行く力と下に行く力でずれやすいんです。だからめちゃくちゃ硬くなってるんですよ。なんですけど、この部分が硬くなってしまいすぎると、さっきみたいに靭帯が伸びてしまって痛みの原因になったりとか、仙腸関節ずれることによっていろんなところに痛みを起こします。だからずれてるっていうのをですね、改善しないといけない。じゃあどうするかって言ったら、足からの影響を取ってあげないと、ここで最終的に力加わりすぎてるだけなんで、だから
足で膝で股関節でちゃんと衝撃吸収がちゃんとできる状態、いわゆる機能的に関節が硬くなってしまってたりとか筋肉が働きにくいっていう状況を改善してあげる。上半身の重さも仙骨だけに力が来るんじゃなくて腰でもこんな風にたわめる、胸椎でも曲がれる、これがあるからこそ仙腸関節に対して関わりにくい。例えばこれがストレートスパインって言ってまっすぐなってる状態だとこれって直接ここにかかっちゃいますよね。これが腰が反れるようになってるだけで全然パワーの分散しますよね。ちゃんと生理的な湾曲って言って腰がちゃんと生理的に反っている、胸椎が丸まってる、これが反りすぎても曲がりすぎてもダメ、ちょうどいい部分でちゃんと筋肉が止めれる、やっぱこの状態が大事なんで、結局背骨の筋肉、股関節、膝関節、側関節の筋肉はしっかり働ける、可動域がちゃんとあるっていうのをちゃんと作ってあげるっていうのが結局仙腸関節の調整になってきて、で最終的にはこれ仙腸関節って動きにくい場所でもあるので、ある一定のこの筋肉の運動だったりとかを通して私たちは仙腸関節の調整をやっていくかなと思います。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、ということでね、今日はこれで終わりにしたいと思いますけど、ぜひね、今日の話よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメント高評価いただけるとすごく励みになりますのでよろしくお願いします。はい、あとホームページの方もぜひね、気になった方貼っときますので、ぜひ見てみてください。では今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。